じゃん。はい、方がわかりましたか。ボケも立っております。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。11月20日、全国のローソンにて、一番くじ、5等分の花嫁、あなたと一緒に、が発売されました。もちろん、監督も、数ヶ月前から、楽しみに、楽しみにしておりました。はい、というわけでですね、今回監督、このくじ、引きません。なぜかと言いますとですね、テニス監督、アプリでですね、オンラインクレーンゲームに3000円課金しました。そして、あっという間に、3000円が、消えてなくなりました。綺麗さっぱり解けました。そこで痛感したこと、正直ね、運要素、博打に近いお金の使い方、トラウマです。もう精神が耐えれません。そのフィギュアね、メルカリとかで購入したらお釣りが来るのに、今手元にないんですよ。どういうこと？過去にですね、監督一番くじやっておりまして、最初初めてやったのが鬼滅の刃680円を10回、2回目がですね鬼滅の刃を5回、そして3回目がヒロアカを5回、最後のこのヒロアカのみですねフィギュアをゲットしております。見せたい見せたい見せたい。前回の一番くじで撮ったかっちゃんの、いやかっこいいよフィギュア。今までね全部680円の、今回5等分の花嫁、なんとですね750円。うわ高いよ。外れればラバーストラップ。過去の成績からついフィギュアを出す確率、まあ、3分の1ぐらい。怖いなー怖いなー怖いなぁ。怖えよ。お金たんまりあるんだったらね、当たるか当たんないかね、ワクワクしながらやってね、もうペリペリってめくるの、もう最高なんだけどね。こしとら生活に支障をきたしてしまいます。今ですね、散財をしばらくの間、抑えておきたい所存でございます。まぁ、あとね、この冬の季節というわけで、氷がですね、値上がりしますよ、という告知が来たんですけども、怖いなぁ。怖いなぁ。監督はですね、寒さに耐えて病気になるよりかは、もうストーブをガッツリと炊いてですね、体を守るタイプなんで、その辺に関してもね、過去にね、一番くじやるとしたらやっぱフィギュアが欲しいじゃないですか。一番最初にチャレンジした、鬼滅の刃、冷麺に刃を持ったらですね、この煉獄杏寿郎のこのフィギュアが欲しかったんですよ、めちゃくちゃ。すごいよ、この炎。炎の呼吸。このフィギュアを見た瞬間、これは絶対に迎え入れたいなと思いましてですね、10回やったんですけども、見事外れまして、そして、どうしてもどうしても欲しいんで6800円ぐらいでこちらをですねお迎えしました。まず炭治郎のね水の呼吸もあるんですけども、水の呼吸も水の呼吸、はい、こちらのね優流米ですね、この2つ合わせてまあだいたい6800円ぐらい出してですね買わせていただいたんですけども、くじをやらなければ6800円が手元に残ってたと思うと、それ言っちゃダメでしょっていうのは分かりますよ。はい、分かってます。もうとてもとても分かりますよ。というわけでですね、頭を使おうぜ、現実を見ようぜ、確率を考えようぜ。今回の5等分の花嫁、一番くじ、くじを引くのではなく、もう欲しいフィギュアを注文しちゃいました。ありがとうございます。今回ですね、監督はね、いや、このフィギュア欲しいなっていうですね、一体ありましてですね、五木のフィギュア。これ見た瞬間、首がサッとなってね、今回解消に関しても、まあ、そこまで悪くないかと思うんですけども、メンタルが削られるだけ。というわけでですね、これから一番くじ、挑戦しない宣言じゃないんですけども、欲しいフィギュアがある場合は、ね、確実にゲットして、こういった紹介させていただきたいと思います。はい、というわけでですね、もう少しで多分ピンポンが鳴ってくる予定なので、ちなみになんですけども、五木のフィギュアだけ買ったつもりがですね、なんかセットのやつを買いました。なんで、なんで、まあいいでしょう。待ちたいと思います。はい、というわけでですね、答えは分かっているのですが、届きました。行きたいと思います。おーっとと、ダンボール解体検定3級の犬が来た。じゃじゃーん。衣装、中野いつき、ワンピース衣装フィギュア2個は入ってませんが、1つは入っております。くじのドキドキ感を味わうのもまあいいのですが、確実に手に入れる方法、これがやっぱり一番いいです。はい、というわけでちょっと順番に行きたいと思います。まず解消の方から行きたいと思います。じゃじゃーん。おー、いつきのラバーストラップ2つ入っておりました。ありがとうございます。はい、というわけでこちら。はい、素晴らしい。続きましてこちら。料理を作ってるところですね。いいですね。こちらですね。マイクロファイバータオル。ハンドタオルよりは、でかいんですよね。なんかマジシャンの気分ですね。ちょっと、これかっちゃむくさい。まあまあ、でかいですね。このサイズのタオルは、どうやって使うんですかね。この長さって何？使い方がわかりませんね。続きまして、すでにもう開封されているのですが、ででん、チョコノッコフィギュア。今後ですね、5人集めるかもしれません。ウェディングドレス姿の五木でございます。アホ毛も立っておりますね。はい。今回のチョコノッコと、これがですね、前回の一番くじとなっております。これ、後ろってこれもしや、使い回しですか？ほぼほぼ一緒ですね。
続きまして、でで、チョコノッコの小皿となっております。これは実用的でとてもいいですね。あ、意外と小さいですね。はい、というわけでこちらです。チョコノッコ小皿、これは醤油入れとかいいのかな。はい、普通に小皿ですね。で、顔のイラストが描かれております。いや、これはね、初めて見たグッズですね。口に何か食べ物がついております。そしてこちらです。はい、というわけでですね、くじを引かずに確実にゲットしてきました。まあ少しね、お金がかかったのですが、はい、ありがとうございます。おお、いいですね。見た瞬間欲しいなと思いました。はい、開けていきたいと思います。さっと、はい、基本的に監督はね、飾るタイプなので、箱はこの後すぐ捨てたいと思います。はい、おお、まずはピンク花柄の台座、そして、いつきが入って、あ、やっぱいいわ、クオリティが高いです。というわけで失礼します。素晴らしいです。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、これクオリティが相当高いな、これ。ちょっと待って、これ5人分欲しくなってきた。はい、次ジョイン。はい、というわけでですね、こちらがいつきとなってて、俺の顔じゃなくて、この後ろまでのこだわりを、素晴らしいです。もっとアップしてください。 4K の映像ですよ。はい、ピン倒して、はい、ありがとうございます。この首の筋ね、もうスッとしてるところからね、最高にいいですね。背骨のですね、感じとかもかなりいいと思います。そしてこちらが足元となっております。はい、そしてこういきます。で、ひらっとね、風がそよいでいる感じ。そしてこの辺もね、髪の毛、ちょっとピンと、このアクセサリー感とかもなかなかすごい細かいですね。はい、ちなみになんですが、ポップパレードというですね、シリーズのいつきがこちらとなっております。大きさ的に言うと、今回の一番くじの方が多少ですが大きいのかな。意外と、まあ、服とかの部分ってちょっと大きくなってるけども、まあ、そこまで大きさは変わりませんね。はい、というわけでですね、いつきのフィギュアを買いました。特に監督はいつきにめちゃくちゃ推してるとかないんですが、このフィギュアの感じがですね、大好きでした。今後監督一番くじ、今後ですね、欲しいフィギュアには多少お金をかけて確実にゲットする方法を取っていきたいなと思っております。というわけで、また次の動画で会いましょう。よし、飾ろう。もちろん監督もこの記事記事って何、楽しみに楽しみにずっとし運用素過去の世紀から買いたいなと思いましたよね。でかいね。ポップパレードと比べて少し箱が大きいですね。さっと